こんにちは、福音チャンネルのおさえです。今日は4時間だったんですけど、お、しのが帰ってきましたね。おかえり、おかえり。ペットの方が早かったね。もう私の方が普段はありえない、しのより早く帰ってきたんですけど。何時頃帰ってきたっけ？で、まあね、何時ぐらい？1時。しのだよ2時前だよ、ね、2時前、2時ちょっと前ぐらいで、今がね2時22分なんですけど。すごいね、珍しい時間にされたね。そう、もうこの時間に帰ってきたのすごく久しぶりなんですけど、ちょっとね、で今ちょっとメイク、まあ、リップとか塗って今ここに来たんですけど、まあ、これから部活があるので部活に行くまでの放課後ルーティンを撮っていきたいと思います。久しぶりだよね、めちゃめちゃ。だいぶね。だいぶね、うん、そう、いつも部活終わってもう6時半とかだったので。だからもう平日は動画は撮れてないよね。撮れてないね、うん、っていう感じだったんですけど、久しぶりに早く帰ってくれて、このね、明るい時間にさゆちゃんがいるっていうのがね、なんか早退でもしたんかなみたいな感じでほんと、そんな感じがする。はい、というわけで、まあおやつにしてはね、まだ全然2時半ぐらいなので全然早い時間なんですけど、ママがなんとクレープのね、皮っていうの、これこんな感じで焼いてくれたので食べたいと思います。はい、こんな感じ、いいね。じゃあ作っていきましょう。1個目は普通にこれ、ほら、ホイップまで買ってきてもらっちゃって、ということで、何のせようかな。これさ、クレープってどう盛るのが正解？なんかここの V 字になんかつける、4分の1みたいな感じかな、うん、じゃあちょっとやってみたいと思います。そう、で思い出したんですけど、もう私テスト1週間前なんですよ、明日から。テスト1週間前とか信じられない。もう中間が、3年生の中間が始まってしまう。いやー、こんな感じ、なんか V だよね、 V、 こんな、あ、うまいうまいうまい、いいじゃないですか。手で取らせていただいて、バナナを。うわー、豪華。もうね、なんかたまにママがこういうの作ってくれるんだけど、めっちゃ好き。自分の好きなようにね、クレープ作れるからね、美味しいよねっていう。で、じゃあ最後にチョコソースをかけて完成にしましょう。じゃあ巻きます。今からシノはちょっとお菓子を持った友達と遊びに行きます。もう遊びに行くの？うん、ピンポン来たから。うん、できた。見た目はあれだけど、もう他のある？ある。これ見た目やばいけど大丈夫？あ、いいじゃん。ちょっとちょっといいですか？はい、というわけでできました。いいじゃん、美味しそう。いただきます。じゃあめっちゃ美味しそう。シノは食べなくていいの？あ、これ宿題やんないと。うんうんうん、こうやって作って食べれるといいよね。あ、ボンの飴は持ってかないで。なんで？転んだ時に喉にうってなってあったらどうする？うん、危ないよね。うん、ということで次作りますか？次作りましょう。で、今ちょっとね、作ってみたいのがあって、私シュガーバターのクレープが大好きなんですよ。で、ちょっとね、久しぶりに食べたいのでちょっと作ってみたいと思います。これ出て作ればいい？ここに置いてチンしてくる。お願いします。これが砂糖で、これがバター。いいですね。自分で塗る感じにしよう。はい、はい、温めてもらいました。というわけで塗る、スプーンで塗る、一面に塗っちゃう。うん、半分ぐらいじゃない？半分。美味しそう。シュガーバターって美味しいよね、甘くて。めっちゃ好き。食べないんですか？そう、最近シノはついにね、お友達とね、遊びに行くことが多いんだよね。うん、ママは心配。過保護ですね。セラちゃん、宿題やらないと遊び行けないよ。ピンポン来ちゃったらどうする？何で遊ぶの？来ちゃったら。いいですね。では、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、甘い、美味しい。あ、そう、そういえばなんですけど、ついに私たちの中学校って運動会が早いんですよね。小学校の
小学校の時は秋10月ぐらいに運動会があったんですけど、中学校は早くてもう6月の初めぐらいに毎年あるんですけど、もう来月じゃん。来月だから運動会の練習が始まってるんですよ。で今年からちょっと聞いてほしいことがあって、コロナが緩和されて、あの運動会でできる種目みたいなのが増えちゃったんですよ多分ね、そう、それで今までは 100m 走、なんか個人種目みたいなのがあって 100m 走か縄跳びかを選べたんですね。で私はまあいろいろあって 100m 走がすごく苦手で嫌いなんですよね。で毎年縄跳びの方をやってたんですけど、なんと今年からは 100m 走か3人4脚を選ぶみたいになって、明日それを決めるんですよ。どっちがいいですかみたいな。真ん中の人嫌だね。だって両足縛られるわけじゃん、うん、転んだらもうなんかおーみたいな痛そうやばいよね、うん、ぶっちゃけどっちもあんま好きじゃないんですよ。やったことないし3人4脚でも 100m 走だけは本当に嫌なので。じゃあ3人4脚にするの？やるしかないかなって感じなんだけど、意外と3人4脚やりたい方人が結構多くて、うん、でも 100m は本当にやりたくないから。 100m なんて走るだけなんだからいいじゃん、一瞬で終わるよ。嫌なんだよ。一瞬だよ。一瞬じゃないじゃんマジで。わかる？あのなんかさ、だってさ3人4脚にすると練習も大変じゃん。練習も大変だよ。大変だよ大変だよ。だけど 100m だったらあんなにピストルが撃たれるまでのこのドキドキ感自分の順番が来てほしくないからこそさ、ああ目の前であれだよね、みんな名前呼ばれるよね、うん、で入って返事をしみんなに見られるし、本当に嫌なんですよ 100m がっていうことがあって、だからもう本当に 100m だけやりたかった。あとは学年全体はいつもはね全員リレーって言って、もう学年全員でこうクラスごとに対抗みたいな感じでこうリレーが、ね、あったんですけど、今年からはなんと全員リレープラスオウムカフェ、おあれでね1、2、1、2、私も聞けないんですけど、女子全員で1列なの？女子全員で1列。もうね転ぶか転ぶかいつ転ぶか分からず怖いんですけど、ここから1ヶ月間中間もあるので中間の勉強もしつつ運動会の練習もどんどん増えていくので、そっちも頑張らなきゃいけないんですけど、というわけで、ね、運動会もあり日焼けもし、うん、するよね、うん、暑くなってきたからね、新しい日焼け止めを買わされました買ってもらいました。汗拭きシート買いたいって言ってさ、買いに行ったらさ、いきなりなんかさ携帯見始めて、どれがいいかなみたいな日焼け止め何がいいかなおすすめはとか言っていきなり買わされました。はい、買ってもらいました。ということでね、ごちそうさまということで、次、まあ、部活が再登校があるまでちょっとね、まあ、1週間前なので今から勉強したいと思います。うまい。あと1時間ちょっと、うん、どこで勉強しますか？ここですね、はい、いつもは自分の机でしてるんですけど、部屋が汚いので写せないので、いやもうそんなそこまでは汚くないんだけど、え私からしたら綺麗なんですけど、ママが汚いっていうのでここで勉強しようと思います。だから汚くないならそこで撮影しても大丈夫。はい、とりあえず準備してきまーす。やりましょう。じゃあ今からワークやって勉強やっていきます。まだあとギリギリまで勉強するんですか？いやもうやめようかなって感じ。もうやめて制服にまだ着替えないけど。じゃあリップ取って、あじゃあここでさゆちゃんに言ってなかったことを発表していい？うん、さゆちゃんにまだご報告してないことがあります。嬉しいですか？さしのにもご報告してない。嬉しいですか悲しいですか？えもう嬉しくも悲しくもないと思う。何？実は嬉しくも悲しくもない、そんなための理由なくないしたら実は痩せました。いや、そうかな実はママのインスタやってます。やってない。ママが写ってるわけじゃないよ。何風景？じゃじゃん、お知らせ見たくなっちゃった。
で何もこうお知らせをしてないんだけど、うん、なんとフォロワーさんが9人になりました。あでママ載せてなくてさゆちゃんと死ぬぐらい。もうアイコンがママちゃん。そうでも隠れてんじゃん目が。いや透けてるよこれ。いや大丈夫でしょ。めっちゃ見えるけど大丈夫さ。大丈夫、まだもうちょっと若い時だから。ということでママインスタを始めたよっていうことなので言いたいことわかります？宣伝。はいはい。あ、ということで、あ、ぜひぜひフォローしてみてください。はい。なのでハピマニのインスタに載せてない写真とか裏側みたいな、そうちょっとなんかあこういう写真もあるんだとか似てるけどちょっと違うポーズとかしてるので、それをねこういろいろ載せていこうかなと思って始めました。なかなかさゆちゃんも撮ってないからさゆちゃん撮らせてほしい。今さ、今から写真撮るのでそれをハピマニママに載せるので、もしよかったらフォローお願いします。では今からねママに写真を撮ってもらって、そしたらもう制服に着替えて行っていきたいと思います。今回はこんな感じでゆるくて短い動画になっちゃいましたが、次回の動画も見てくれたら嬉しいです。バイバーイ。